今日の話題は、はい、今日の話題も元気になります、はい、こちらですね、あの浅田真央さん以来世界ジュニア選手権昨日まで行われた金メダルを取ったわけですよ、はい、村上佳菜子さん、15歳です、真央さん2世、はい、そしてソチオリンピックの星ということで期待されているんですが、素敵な笑顔です、はい、皆さんきっと応援したくなりますよ。村上佳菜子ネクターフラメンコ、15歳が演じる大人のフラメンコです。ショートプログラムは2位につけ、逆転を狙うフリー。しなやかな白鳥の動きから注目のコンビネーション、決めた。うっすらと笑みも浮かびました。この大きな舞台でいつもの笑顔が出ました。 165.47 はパーソナルベスト、この段階でトップに立ちました。この大会、日本女子では2005年の浅田真央さん以来5年ぶりとなる女王誕生です。そして今日、大勢の報道陣が待ち受ける中、帰国した村上さん。海外から帰ってきて皆さんに取材 してもらうのは初めてなので、すごいことなんだなって今すごい思いました。今月中学校を卒業したばかりの15歳、一体どんな選手なんでしょうか。どうも。こんにちは。いやー、いい笑顔だね、朝から。ありがとうございます。何が好きなの？食事は。食べ物ですか？うん、あの白子とか。白子？ちょっと待って。白子とかナマコとか。ナマコ？カブとシュワウダだから無料みたいな。そんな村上さんの理想とは？キムヨナ選手とマオちゃんを混ぜた選手になりたいです。その言葉通り、彼女の武器は3回転3回転の連続ジャンプ。女子では使い手の少ない大技です。もうここ数年ですごくスピードがついて、そのスピードを殺さずにジャンプを飛ぶので、すごく質のいいもの。そして最大の魅力は踊りです。踊るのがすごい大好きなので、ジャンプとかスピンじゃなくて、その間のつなぎの踊ってる部分とか。技と技のつなぎは芸術性が最も問われる部分。見てください、これは彼女がお気に入りのショートプログラム。大人の踊りと言われるフラメンコを情熱的に演じます。あれだけ踊れる子なので、細やかなんだけれどもすごくダイナミックで、でスピードもあるからなおさら入るっていう。その芸術性は国際スケート連盟の審判講習会で高得点を与えるべき演技の見本として取り上げられたほどです。高い技術と芸術性を兼ね備える15歳。
一体どのように育ってきたのでしょうか。1994年フィギュアスケートの盛んな名古屋に生まれた村上さん。3歳でバレエを始めると踊ることに夢中になり、以来ありとあらゆるダンスを習ってきました。ヒップホップもやってました。タップとかジャズとか、あとなんか社交ダンス。あのすいません、それ大人が全部やるもんなんだ。社交ダンスって言ったら大体大人しかいないんじゃない。大体超でっかおじさんっていうか。じゃあそりゃそうだと思うよ。フィギュアスケートを始めたのは5歳の時。他の選手の曲が流れていてもそれに合わせて踊ってしまう、そんな子だったそうです。そして運命の出会い、同じクラブの4つ年上の先輩、浅田真央さんです。もう神様みたいな感じなので、真央ちゃんは。でも真央ちゃんなんですね。そういう感じなんですか。なんかお姉ちゃんみたいな感じです。真央さんの背中をずっと追いかけてきた村上さん。真央ちゃんとかの踊りとか見て、大きく体を使って踊るところ、ああいう風にしたら綺麗だなとか思って真似してた。いつしか浅田真央2世と呼ばれるようになった村上さんは、真央さんと同じ道をたどるように小学生の全国トップレベルに成長します。そしてもう一つの運命は山田真知子コーチとの出会い。かつてアルベールビルオリンピック銀メダルの伊藤みどりさんを育て、そしてバンクーバーオリンピック銀メダルの浅田真央さんを育てた名コーチです。先生一番魅力何なんですか。選手を試合の時に持ってき方がすごいなって思う。嘘ばっかり。一番の魅力は、やっぱ明るくて素直。素直、山田コーチ曰く、二人はおばあちゃんと孫。メダリストを育てたノウハウと愛情をたっぷりと注いできました。ありがとうございます。リンクの外でも2人はほとんどの時間を一緒に過ごします。時にはコーチが勉強を教えることもあるそうですが、でも勉強するとジャンプがなんか変な風になる。勉強した日はジャンプが飛べないんだね。そう、飛べない。頭の中が重くなるんだって。入れたから、いろいろ勉強で。でもそれは真央ちゃんも同感してくれたもん。なんて？何？あ、分かる分かるって。世界の頂点に初めて立ったのは去年12月のジュニアグランプリファイナル。浅田真央さん以来、日本女子5年ぶりの金メダル。2014年ソチオリンピックの星と一躍注目を集める存在となりました。ところが、今はあんまりオリンピックに行きたくないので。周囲の期待とは裏腹な発言。一体なぜ？大きい大会があんまり好きじゃない。オリンピックっていうのはでかすぎて行きたいと思わないっていうか。争い事は好きじゃない。勝負師になれない村上さん。4年後19歳で実現した夢はオリンピックではなく、早く先生になりたくって。何の先生ですか。あのスケートの先生に。19歳で別に先生になる必要ないですよね。はい。なんで先生なんですかね。真知子先生がすごすぎるので、真知子先生みたいな先生になることです。アスリートとしては弱いかもしれないね。でもそこが好き。そんな彼女の人柄が現れた試合があります。
去年12月の全日本選手権。オリンピックの代表選考を兼ねるこの大会は、残る2つの枠を鈴木明子さん、中野ゆかりさん、そして浅田真央さんらが争う大混戦。村上さんは年齢制限でバンクーバーへの出場資格はありませんが、初めて味わう選考会の緊張にいつもの笑顔が消えていました。そして自分の曲をかけての練習、この時間は村上さんが優先的に滑る権利があるのですが、その時でした。恐る恐る周囲を伺い、上げた足をすぐに下ろしてしまいました。他の選手の邪魔にならないようにと遠慮してしまったのです。やっぱりみんなオリンピックかかってて、自分は何もかかってるわけじゃないので、やっぱりどかなきゃいけないなと。そしていざフリー演技本番のリンクに立ちますが、ここでも村上さんは落ち着かない様子。なんと直前に滑った鈴木明子さんの演技に感動し、自分のことのように喜んでいたのです。ただこれ全然怖いもんないんだから、はい、集中してノーミス、集中だよ、はい。気持ちを落ち着け演技へ向かいますが、今度はスタート場所を間違えるアクシデント。それでもひとたび演技が始まると、技術と芸術性を兼ね備えた持ち味を発揮します。最後はよろめきながら何とか持ちこたえた村上さん、シニアのトップスケーターに続く5位入賞です。すごい緊張したんですけど、あっこちゃんの点数見た時になんかすごい嬉しすぎて、ポーズ取る時もなんかお客さんが笑ってたから、なんか試合って感じがあまりしなかったです。あれから3ヶ月が経ちました。その間テレビで見たバンクーバーオリンピックは彼女の目にどのように映ったのでしょうか。実際見てみて、このオリンピックっていう場所にですね、今はどんな思いでいます？今すごい出たい。出たい、はい、一気に変わりましたね。真央ちゃんのすごい頑張って練習してるとことかたくさん見てたので、はい、ああやって感動させたいなって思って今出たいと思ってます。目に焼き付けたのは憧れの真央さんが死力を尽くして戦う姿。じゃあ今先生とオリンピックどっちが？夢はやっぱり先生になることなんですけど。あらなんですけど、ね、もう一個下の、はい、夢はオリンピックです。ちょっと待って、こんな人初めて